小林賢治は山形県酒田市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。酒田第二中学時代は南式野球部に所属し、投資圏外野手として活躍。高校は酒田南高校へ進学。一学年上の先輩には福岡ソフトバンクホークスの長谷川祐也がいる。二年の春、夏に甲子園出場するも、いずれも初戦敗退。 青山学院大学では3年時に春のリーグ戦で最優秀防御率を獲得。4年時には高市春の抜けた後のエースピッチャーとしてチームを牽引した。東都大学野球連盟のリーグ戦通算38試合登板し14勝9敗、防御率2.82 184夏三振。2007年の大学生、社会人ドラフトでは大場翔太、 篠田だ淳平と二度の抽選に外れたオリックスから一位指名を受けた。11月29日に契約金8000万円、年俸千2 0 0万円で仮契約を交わした。2008年は即戦力として期待されたが、故障により一軍登板がなく、ウエスタンでも一勝、防御率4点台後半と、首脳陣の期待を裏切った形になってしまった。2009年8月14日、 対ソフトバンク戦でプロ初登板を果たす。しかし、打者二人に対し2死球で一死も取れずに降板という、ほろ苦いデビューとなり、一軍で2試合投げたところで登録を抹消された。この抹消は一軍での先発登板に備えるものであったのだが、二軍で調整登板をしたところ右肩を痛めてしまった。以後リハビリ生活を送ることになる。2011年12月2日に、 戦力外通告を受け、育成選手として再契約した。2012年10月4日に再び戦力外通告を受け、現役を引退することとなり、10月31日に自由契約公示された。引退後はマネジメント会社に就職した。ありがとうございます。